三角窓の外側は夜は、山下智子による日本の漫画作品。マガジン BE ボーイにて、2013年4月号から2021年1月号まで連載された。2021年3月時点で、累計発行部数は170万部を突破している。霊が見える、書店員と除霊師が心霊探偵コンビを組んで、除霊や連続殺人事件の謎を追うミステリーホラー漫画。除霊の演出として、除霊師が魂に触れる能力を持ち、主人公と接触を持つことで、霊視能力を共有して除霊するが、魂が触れ合うと失神するほどの快感を得るなど、ボーイズラブ要素を取り入れていることが特徴。書店で働く三角康介は、一見普通の青年だが、幼い頃から霊が見えてしまう、特異体質に悩まされていた。ある日、書店にやってくる、除霊師、冷川雅人にその体質を見出され、勧誘されて、彼の除霊事務所の助手となった。様々な依頼を受けて、除霊業務を行う中、二人は、刑事の半沢より、1年前に起きた、連続殺人事件の話を持ちかけられ、その謎を追うようになった。声は、突起がない限りテレビアニメ版の声優、渡辺エンターテインメントと松竹による、共同制作プロジェクトの第一弾作品として、実写映画化。監督は、森垣雄大、主演は、岡田将生と、志尊淳。PG12 指定。当初は2020年10月30日に公開予定だったが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、公開延期となり、2021年1月22日に公開された。キネマ旬報社が運営するKINENOTEのキネ旬レビューでは、映画評論家の北川玲子は、除霊師とコンビを組むことになっての作業手順に癖があるのが面白いとシリーズ化してもいいと評し、ライターの佐野徹は、凡庸なミステリドラマで終わってしまったと、原作より劣ると低評価を下し、映画評論家の福間健二は、森垣監督と脚本の相沢祐子、もたつきながらも、分かっている作り方と評した。2021年10月より、東京 MX 他にて放送中。体感型ホラー謎解きゲーム、三角窓の外側は、夜から呪われた夢からの脱出が、アニメート各店舗にて2017年8月10日より開催された。開催時期は、各店舗ごとに異なり、店舗によっては、期間延長もされていたが、9月18日が最終日であった。回答のチェックウェーブを使用するため、接続できるスマートフォンか、タブレット端末と QR コードリーダーのインストールが必須だった。謎シートを購入し、店内やイベントスペースをめぐって張り出されたパネルと照らし合わせ、会場限定の音声ミニドラマを聞き謎を解き歩く。ありがとうございます。